星間は古代中国人が構成をグループ化して作ったアステリズムである。国際天文学連合が定めた今日の星座とはかなり異なる。これは今日の星座が中国の天文学ではなくギリシアの天文学を元にしたものだからである。中国の伝統的な天文学の体系では夜空は大きく分けて三角二十八宿。 近南極西区の3つのエリアに分けられているが、このうち全2社は中国で見える古代から知られていたエリアであるのに対し、後者は天の南極近くで中国から見えず、後に星間が追加されたエリアである。古代中国の天文学者は夜空を三角木と12時の中の28宿の合計31の領域に区分した。三角木は、 天の北極に近い部分で一年中見ることができる。二十八宿は王道の領域を占め西洋における王道十二星座に相当するものと考えられる。ただし王道十二星座とは対照的に二十八宿は太陽年の太陽ではなく太陰月の月の動きを反映している。和漢三歳杖に記載の 北極シビガキの図部分上下逆三角とは、シビガキ、太子穂のあまねし掛きの三つである。シビガキは夜空の最も北の部分を占める。古代中国の位置から見ると、シビガキは空の中心で他の構成に取り囲まれているように見える。太しほの垣はシビガキの北東に、天がきは西南に位置する。三角はその名の元となった。 柿のように見えるアステリズムによって分割されている。なお、これら三かきの図はいずれも日本の和漢三彩図へ観光の天の部に解説文とともに記載されている。王道上には次のような星観がある。天の南極付近の夜空は古代中国では知られていなかった。そのため三かきと二十八宿には入っていない。しかし、 明治代の末期に女光系が西洋の製氷をもとにして23のアステリズムを導入した。これらを近南極製区といい、それ以来中国の製図に取り入れられたものである。古代中国の天文学者はヨハン・バイエルよりも千年も前にラガンで見える構成に体系的な名前をつけていた。すべての構成は、 基本的に一つのアステリズムに割り当てられ、それぞれのアステリズムごとの個々の構成に番号が付された。しかし、バイエルの体系のように構成の主等級に基づいて番号が付けられたのではなく、その位置によっている。例えば、アルタイルは中国では、川ミにという名前であるが、川ミはアステリズムの名前には番号である。ベテルギウスの伸縮4のように、 星間の名前が28宿の宿そのものになる場合は、宿と付ける。中国では、古代から知られていた星の他に、造星といって、後に知られて星間に追加された星もあり、これは、星間の名前と番号の間に、像を置いて呼ぶ。有名どころでは、ペガススザ51番星は、七宿像1、白鳥ザ61番星は、天神像29といった具合である。 また、神話や先生術に由来する伝統名を持つ構成もある。例えばアルタイルは、七夕の神話に由来する牛寄せ、または牛母子として知られる。これらの構成名は、現在の中国でも用いられている。また、英語の固有名がついている構成は、慣例的にその翻訳も用いられている。ありがとうございます。